スターチャンネル、解説の木村奈穂子です。これからご覧いただきますのはエリザベスゴールデンエイジ、エリザベス一世の黄金時代を描いた歴史映画、2007年のイギリス映画です。ヘンリー8世と2番目の王妃アン・ブーリンの間に生まれたイングランド女王エリザベス一世の物語。98年の一作目では25歳で女王に即位したエリザベスがレスター伯ロバート・ダドリーとの恋愛関係になった時代が中心に描かれましたが、いろいろあって最終的には私は国と結婚しますと言ってのけました。凛々しくかっこいいヒロイン像として描かれたんですね。バージンクイーンと呼ばれたエリザベス一世の格調高い女王映画の傑作。続いてこの続編のゴールデンエイジは人生の後半です。エリザベス女王は新世界から帰還した航海士ウォルター・ローリーとの出会いに心ときめくんですね。女王という立場、女性としての複雑な心境に政治的な戦いが重ねて描かれます。主演のケイト・ブランシェット、わざと面白い顔にしてるんですが、歴代のエリザベス役の中では最も綺麗です。癖のある私の最も好きな女優なんです。アビエーターのキャサリン・ヘップバーン役もハマりましたし、最近はロックスターのボブ・ディランと男性役も演じたりしまして、常にユニークな役を演じてるんですね。綺麗なだけでは収まらない現代のトップ女優です。ケイト・ブランシェット、生涯のハマり役、エリザベス・ゴールデン・エイジ、あなたのハートには何が残るでしょうか。エンディングクレジットの後にまたお話ししましょう。